三菱 UFJ フィナンシャルグループ、株式会社、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、略称、MUFG は、日本の金融持ち株会社であり、トピックスコア30の、構成銘柄の一つである。また、子会社の企業で構成する、企業集団も、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、略称、MUFG と称する。 上場銘柄としての略称は、三菱 UFJ を使用している。現在、三菱 UFJ フィナンシャルグループは三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、三菱 UFJ 証券ホールディングス、三菱 UFJ リース、三菱 UFJ ニコスなど使用中核5社を中心とした総合金融ループであり、金融事業をしている。 2001年4月2日に株式会社東京三菱銀行、現株式会社、三菱 UFJ 銀行、三菱信託銀行株式会社、現三菱 UFJ 信託銀行株式会社及び日本信託銀行株式会社、2001年10月1日に三菱信託業株式会社に吸収合併され消滅が株式移転し、 株式会社三菱東京フィナンシャルグループとして設立。2005年10月1日に株式会社 UFJ ホールディングス、登記場は株式会社 UFJ ホールディングスを吸収合併し、現在の称号に変更した。コーポレートカラーは MUFG レッド。グループスローガンはクオリティ保有、確かなクオリティを明日へ、世界へ、である。 参加の三菱 UFJ 銀行は、三菱グループなどを取引先に要する。前身の旧三菱銀行、旧三和銀行、旧東海銀行はそれぞれ首都圏、京阪神圏、名古屋圏の三大都市圏を地盤としている。旧東京銀行の流れを組み、国際業務でも優位性を持つ。また国外に、アメリカの地銀ユニオンバンクを子会社としているほか、 アユタヤ銀行を参加に置いているのも特徴的である。2015年3月期決算では国内銀行グループにおいて初の純利益が1兆円を超えた。また、同6月25日付で委員会設置会社に移行した。三菱東京フィナンシャルグループ以下 MTFG と UFJ ホールディングス以下 UFUD が合併及びグループ経営統合に至った背景は UFJ 側、特に UFJ 銀行の不良債権が膨らみ、健全な経営姿勢が困難になったことが挙げられる。そこで u f u d ドは、参加の UFJ 信託銀行株式会社を、一旦2004年6月に、住友信託銀行株式会社、下、住信に売却する方針を発表したが、2004年7月に u f u d ドは一転し、 MTFG との経営統合方針を明らかにした。これにより、スミシンは東京地方裁判所に MTFG とユフュードの統合を禁止する仮処分の申請を行った。2004年7月27日、東京地方裁判所はスミシンの申請を認めたものの、ユフュードが申し立てた意義8月4日、却下8月11日、東京高等裁判所は ユフュードの広告を認め、スミシンの申請を退けた。これにより、翌12日、経営統合に関する基本合意を発表した。スミシンは8月11日に特別広告を行ったが8月30日最高裁判所は、東京高裁の決定は妥当として、この申請を退ける決定がなされた。スミシンはユフュードへの損害賠償請求に切り替えて、控訴したが、 2006年11月21日に東京高等裁判所の提案による住シンに対して25億円の和解金を支払うことで和解が成立した。2005年2月18日に正式に2005年10月1日付での合併が決定し、グループの名称を三菱 UFJ フィナンシャルグループとすること。 合併に最新フィールド1株に対し MTFG0.62 株を割り当てることが発表された。グループ企業も一部を除いて旧 MTFG 側を九州合併存続会社と下地株会社と同一規備に合併する方針が取られたが普通銀行の東京三菱銀行と UFJ 銀行については合併に伴う大規模なシステム障害を懸念する。 金融庁の勧告を受けて、ネット証券のメネット証券とカブドットコム証券の合併については、カドットコム証券が株式を上場したばかりで対処が遅れたため、共に2006年1月1日に変更された。ディースとカード、審判は、それぞれ2007年4月1日に合併し、消費者金融であるモビットの改変も進められた。2008年10月13日、 モルガン・スタンレイに90億ドル、当時の日本円で約9000億円の出資をし、発行済み株式の21%を取得した。9月29日に普通株30億ドル、優先株で60億ドルで出資をすることで一旦合意をしていたが、10月10日にモルガン・スタンレイの株価が急落し、当初の合意通りでは MUFG 側に多額の損失生じる可能性があったため、 再検討の結果全額優先株となった。その後モルガン・スタンレー側が段階的に公募増資を発表したため、それに応じる形で優先株の一部召喚、普通株の取得を行っているが、引き続き議決権、潜在的なものを含むの20%を維持し続けている。また三菱 UFJ 証券とモルガン・スタンレー証券、日本法人の統合。 モルワン・スタンレーへの取締役の派遣など、徐々に具体的な協業体制の構築が始まりつつは、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。